令和6年3月25日月曜日、不思議レモンネットラジオ、こよい不思議なラジオでということで、こよいも不思議の扉へようこそ、不思議レモンです。さあ、3月ももうあと1週間の終わりということで、今週もどうぞよろしく。この後は不思議レモンの最新情報、不思議レモン何した、そしてフリートーク、不思議レモン今日もございます。晴れ時々殺人についてですね語りたいと思います。 CM は3でレモンニュース&エンタメチェックのコーナー。もう世間は水原一平さんの話題でも持ちきりなんですけども、そちらのニュースなどご紹介したいと思います。トレンドレモンですけども、最近人気のラーメン店ベスト10ということでお送りしていきたいと思います。今日も8時から30分間どうぞよろしく。知りも何した、このコーナー最新のしぎれもんニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。週の初めはなぜか声が裏返るということで、謎のルーティンでお送りしておりますけども、しぎれも春休みなんですけども、たびたび告知しておりますけども、最終4月7日月曜日曜日からですね、4月20日土曜日まで2週間お休みとなる予定となっておりますので、すべて、YouTubeX、シグレモン公式等々お休みとなりますので、千葉ロッテの公式 X、私の千葉ロッテ X アカウントだけ残しますので、残しますっていうか別に全部閉じるわけじゃないんですけども、それだけなんかつぶやいていると思いますので、あとはお休みという形になります。よろしくお願いいたします。ネットの配信予定いってみたいと思います。日曜日の夜10時といえば、日曜夜1時のレディオバーのプレイバックでございました。不思議テレビジョンにて配信しております。そして日曜日の深夜、日付変わった月曜日の AM1 時は、日曜夜1時のレディオバーの新作でございます。今回は平成のカラオケ、総合ランキングということで、人気ランキングのトップ30をご紹介という形であやこや言っております。日曜夜1時のレディオバー、日曜日の深夜、日付変わった月曜日の AM1 時、しぎれもん公式 YouTube でプレミア公開、プレミア公開終了後は不思議テレビジョンにて配信、しぎれもん公式では視聴もできます。ぜひチェックしてみてください。6時半、しぎれもんニュース、澤田健二、YouTube チャンネル配信ということで、今日はレモンジュリニュース、1830の予定となっております。6時半レモン、ジュリーステーションと連動して配信しております。8時このラジオ、現在シグレモン公式 YouTube でプレミア公開中、プレミア公開終了後は不思議テレビジョンにて配信、シグレモン公式ライブも同時に配信しております。10時から1年前のシグレモンコンテンツを再配信、プレイバックシグレモン、1年前のシグレモンニュースはファンサイト演奏室、1年前のこよい不思議なラジオでのプレイバックは不思議テレビジョンにて、10時この後ね、プレイバック配信いたします。合わせてチェックしてください。今日のネット配信予定でございました。今日のシグレモン不思議ジュールということで、まあ週末はちょっと日曜日疲れたんで、先週めちゃくちゃ忙しかったんでね、まあ、あまり何もやらなかったんですけども、まあジュリーの音声、収録だけは軽くしておいてですね、まあ、先週は全く、収録ができない状態だったんで、土日が、今週も、もうちょっと疲れて1本ぐらいしかできませんでしたけども、まあ、ちょっと体のリフレッシュという感じで、で今日は昼過ぎにこのラジオ収録、そしてジュリーの音声収録、時間が余れば明日の火曜の21時澤田健二の収録をしようかなと思っております。そんな感じの一日でございます。一曲挟んでフリートークしてるもん。思想は決断してるのに、体は恐れをなしている。器を壊してしまうなら、卵は新たに生まれゆく。 I want to change my face, change my face again、 お前のようになりたいんだ。 I want to change my face,
チェンジマイフェイスアゲン、あなたのようになれないんだ。いっそ心も外売り渡す、すべては You You Youが全てを記録する。流れは変えてはならぬもの、矛盾は大きく針を振る。 I want to change my ways, change my ways again, お前のようになりたいんだ。 I want to change my ways, change my ways againあなたのようになれないんだ。いっそ心も外売り渡す、それでも You You Youと望みたいんだ。そして痛みもきっと忘れゆく、すべては憂鬱な舞。いっそ心も外売り渡す、すべては You You You。 お送りしたのはシゲレモンで I want to change my face でした。フリートークシゲレモンということで、絶賛、80s ドラマにハマり中のシゲレモンでございますけども、今見ているのはですね、危ないデカと、そして、角川映画の晴れ時々殺人という映画を、見ておりましてですね、もうあとちょっとでもう終わる感じなんですが、晴れ時々殺人に関しましてですね、非常に面白くてですね、あの原作というかドラマがしっかりしていて、おおとか自分で驚いたりする展開でございましてですね、なかなか、面白いなっていう。そして渡辺紀子さんがもうめちゃめちゃ綺麗で可愛らしくて、なんか本当に80年代女性のそのなんか可愛らしさがすごくこう存分に出ていてですね、いい感じなんですけども、あれ田川陽介さんですかね、確か、主役というかその男性の、一緒にコンビのね。で、驚いたのはユーミンの旦那さん松任谷正隆さんが俳優で、いるんですよ。なんか病院の、何ですか、渡辺紀子さんのお母さんが、まあ、言ったら殺されるんですけど、その言ったら家の専属の、お医者さんみたいなのに、その息子さん役ですかね、確か。であれって思って、正隆さんで意外に演技様になっているというか、これ生意気ですけど、なんかこれは初めてのドラマなんですかね。あの俳優とかもされているんですね。あの名プロデューサーですけど、なんか別にわざわざ俳優しなくてもいいと思うんですけど、でもなんかいい感じのキャラクターだなっていう感じもしてですね、面白いそのご自身のそのキャラクターがね、雰囲気なんで、結構いろんな役できそうだなっていう感じはしたんですけども、まあ、まだ全部見てないんでね、まあ、もうあと少しで30分ぐらいであと終わると思うんですけど、楽しみな感じでございます。夢の
かされたコーヒーのコロンがこの目をかすめ、ぼやけたささやきのラジオで目を覚ます、なのにシギレモンでティファニーと朝食をでした。 CM の後はレモンニュース&エンタメチェックです。シギレモンファンクラブ演奏のお知らせです。シギレモンの楽曲、ネットライブ、テレビ、ラジオ、すべての観覧、そしてフシギレモンデジタル写真集の観覧、リアルライブ、フシレモンリリース楽曲、グッズの先行予約など盛りだくさんの内容となっております。ファンクラブ入会費用は月額3300円です。詳しくはフシギ音楽レーベルの演奏詳細の欄をご覧ください。不思議レモンのデジタル写真集、屋根裏の果汁物、ポスター写真にプライベート写真配信中。月額1100円、月額1100円、月額1100円。不思議音楽レーベルの音楽配信サブスクリプションサービス TrueFine、月額1100円で不思議音楽レーベル全アーティストのシングル、アルバムがフル視聴できるサービスです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議レモンライブスペース電脳不思議レモショー、月額1100円で不思議レモンの新旧ライブ音源動画がご覧になれるサイトです。詳しくは不思議音楽レーベルサイトまで。不思議テレビじゃん、不思議音楽レーベルのネットテレビ、ネットラジオが聞き放題、月額1100円、不思議テレビじゃん、テレビ、不思議テレビじゃん。シネコニャンズデジタルハウスへようこそ。不思議レモンの可愛い愛猫たちの写真動画が月額1100円で見放題。不思議ネコニャンズデジタルハウスへどうぞ。レモンニュース&エンタメチェック、のコーナーでございます。このコーナーは最新のニュース&エンタメを独自の線であやこや言うコーナーでございます。それではこちらのニュースです。こちら3月23日フルカウントの記事から、大谷翔平が SNS から水原一平氏との写真を全削除、先日にはフォロー外しもということなんですけども、大谷さんが23日までにインスタグラムの投稿を複数
削除したということで、水原一平氏が写ってる写真を全て削除したとのことっていうことなんですけども、水原氏が解雇された21日には、同氏のアカウントのフォローも外していたということなんですけどもね、やっぱりその、水原さんのことは置いておいて、大谷翔平というお方はやっぱりこうパーフェクトな方なので、その、そこが最大の凄さでもあると思うんですけどもね、イケメンで身長もあってマッチョでね、ピッチャーでも一流、バッターでも一流、今までやったことがない二刀流、性格もいい、そういう、もう全てがパーフェクトなお方なわけじゃないですか。でもそういう長所っていうのはこう転換する短所になってしまうなという部分もあってですね、やっぱ全てが完璧すぎるとやっぱりちょっとこうね、こういう本人のスキャンダルじゃないんだけども、ちょっとこう言ったら自分と親密の方のこういうスキャンダルの時にですね、非常にこうイメージが良すぎて大谷さんのイメージまで悪くなってしまうという、これがちょっとばかり普段からこう成田さん、先日ね、なんかキリンの言った CM かなんかのね、広告が外されたとかね、その成田さんが言ったら炎上の最大の対策は普段から炎上していることだっていうふうにそれはすごくわかるなっていう、普段から炎上してる人って大して言ったらね、問題にならないというか、そのちょっとのことで、でも大谷さんみたいに普段全く炎上しない、ゼロ、もうクリーンすぎるほどクリーン、もうそういう方っていうのはやっぱこういう自分のことじゃなくても非常にこうイメージが悪くなってしまう。実際にその大谷さんのファンでアンチに変わる人が何人かちらほらと登場してきて、それがこうピックアップされたりして、今までファンだったのになんか急に手のひらを返したみたいな、というね、そういうこともあったりするんですけども、この水原さんは一体何が良くないのか、ちょっとその辺はあまりよく僕知らないね、このニュースに関してあれなんですけど、とにかく違法の、アメリカね、広いですけども、その賭博が、認められてないところで、賭博をしたということなんですかね。で、大谷さんの資金を黙って使ってしまったということなんでしょうかね。ですから、そういうこともあると、そういうことで経緯で、アウトというで、解雇もされたということだと思いますけども、世間の声とかを聞いておりますとですね、なんで大谷翔平というすごい人の言ったら通訳というね、非常に誰しもができないような職業をやっているのに、なんでギャンブルなんかに手を染めちゃうんだというふうなことをおっしゃっている方、結構ちらほらといるんですけども、そしてその、言ったら水原さんの言ったらその英語力というか、とっさに聞いたそのジョークとかも英語にできる、その転換スキルというか、そこをすごく絶賛している方が多くてですね、なのにもったいないと、とにかくだからいわゆる水原さんに代わる人っていうのがなかなかやっぱりいない。言ったら大谷さんってところどころに最後にちょっとジョークみたいな感じを入れてですね、爽やかジョークというか別にお笑いの人から見たら別に面白くもなんともないいるじゃないですか、あるじゃないですか、よくイケメンとか、ちゃんと最後にクスッと笑えるような感じでこうね、犬が待ってますからみたいな感じのことを言ったりとかしてですね、クスッと笑う、そういうジョークの日本語のジョークをその英語に転換させて、うまくその相手の、言ったら外国の方の記者を笑わせている、言ったら時が多いという、ことで、だけどうまいんですよね、そういう転換スキルみたいなのが。だからもう本当にもったいないという声も多く見られたわけなんですけども、ただわかるなというのは、これバンドとかに例えると結構わかりやすいのかもしれませんけども、よくあるんですよね、言ったらまだ売れてない時のメンバーでこうどん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 売れていくと、そしてそのバンドのメンバーの中でボーカルだけが結構ピックアップされることっていうのは、大体そうなんですよ、 J-POP の場合ね、J-POP の場合じゃなくても、大体やっぱりボーカルが非常にこう一番人気になってですね、どん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 その雑誌に出たりとかいう感じで、世間に広まっていくと、でどん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 バンドが拡大していった時にね、そうなった時によくその他のメンバー、ベースとかギターとかドラム、キーボードのメンバーが何かやらかしてしまって、バンドがちょっと、一時活動休止という形になってしまうという、であれって結局その頃の言ったらメンバーじゃないですか、売れてない時の、それがどん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 拡大していった時にもうついていけなくなるんでしょうね、その影響力の大きさというか、
その怖さみたいなのがどんどん膨れ上がっていって、まあ、いったその代償をどっかで認めよう、こう満たされようとするわけなわけですよ。まあ、だからまあクイーンでいうところの、まあ、フレディがどんどんそういう、まあ、男性同士のそういうものの、場所にこうはまっていくような、感じですよね。うん、まあ言ったら、この当の本人ボーカリストに関しましては、まあ、フレディは置いといて、もう自分が一番影響力あるわけですからなかなかそういうことはできないんですけども、他のメンバーからすれば自分はあまり見立ってないんだけどバンドだけの影響力が大きくなるわけじゃないですか。だからついていけなくなるんですよね。そのまあ、なんていうのかな、その、ドキドキ感というか緊張感というか影響力の大きさに、だからそれにちょっとね結構今回のケースは似ているのかなと。つまりまあ言ったらエンゼルスの大谷さんの時はまだここまでのスーパースター、まあ日本ではスーパースターですけども、まあなってない。ただそこからやっぱり全世界の、まあ言ったら大谷翔平になったわけじゃないですか。全世界スター、もう誰しもが、メジャーの選手たちが誰しもがすごいと認める大谷翔平選手になったわけじゃないですか。こんな選手やっぱり今までいなかったと思うんですね。まあ、イチローさんぐらいだと思うんですけども、とはいえ、やっぱり、イチローさんというのはやっぱり、こう、ヒットでコツコツと、まあ、積み上げてみたいなところがあって、大谷さんの場合は、やっぱホームラン、そしてピッチャーという、まあ、いった二刀流で、今までのそのメジャーの歴史を覆すようなところあるわけじゃない、あったわけじゃないですか。誰しもが成し得ない。うん、まあ、本当にすごい、すごすぎるような、大谷翔平さんにどん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 、こう、進化していってきたわけじゃないですか。だから、もうついていけないんでしょうね。だからそういうなんかその、もう自分の借金が膨れ上がって、まあ、大変なんだだったんだけども、その大谷さんのその言ったらついていけないといけないから自分はもうそれに合わせるのがまあ非常にこう、大変だったみたいなことを言って、まあ、それで批判ね、してる方も多分多いと思うんだけども、でもなんとなく、ね、分かる感じはするという、さっきのバンドのあれに合わせて言うとですね、うん、だから売れてない時のまあ言ったら、感覚でどん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 その、環境だけがこう上がっていってるから、もうついていけないという。でもこれ難しいですよね。水原さんもだってこれだけ有名になって通訳しかやってきてないわけじゃないですか。でこれだけ悪いイメージついてしまったら、まあ、今後全く仕事できないじゃないですか。変な話だからもういっそのこと、もう英語も堪能だから、もう世界をこうなんか股にかけてこうね歩むギャンブラーになったら結構にもうそこまでのめり込む、大谷翔平さんがいるのにもうギャンブルにのめり込むであれば、英語も堪能なんだから、もう言ったらさすらいのギャンブラーみたいになれゃい、なるしかないんじゃないのって思ったりしますけどね。しかしまあ世の中もう水原さんの話題ばっかりで、まあ松本さんの解説動画の時にも言ったと思うんですけども、まあもう松本さんの話題はしばらくしたら誰も話さなくなると、沈静化していくっていうふうに言ったと思うんですけども、もう誰も、一人も、誰一人として話しませんよね。もう、もはや全く、そんな、言ったら、だから、こう、あまりにも話題になりすぎるニュースって、やっぱりね、もう飽きられやすいんですよね、世の中って。だから今は水原一平、水原一平ってみんな言っておりますけど、もうそのうち誰も、そういう人いたよねっていう感じになりそうですけどね。まあとにかくもうまあ言ったらもう大きくなりすぎた大谷翔平さんという形ですから、やっぱりそうなったらその水原さんの通訳が良かったのにっていう気持ちもわかるんだけども、やっぱりチームの新しいチームを作る、まあ、時期なんでしょうね。まあ言ったらドジャースに変わりましたし、奥さんもね結婚されましたし、だから通訳の方もやっぱりここでお別れという、まあねもちろんやったことはあれなんですけども、いう、まあ、時期なんでしょうね。まあ、さっきのバンドの例えもそうなんですけども、やっぱり結局大きくなっていくと人って変わっていきますからね、チームって変わっていきますからね、うん、どっかでね、まあ、そういう感じかなと思います。レモンニュース&エンタメチェックでした。トレンドレモン、新しいもの流行りもの好きの私不思議レモンが最新のトレンドについてあやくるトレンドレモンのコーナーでございます。今日は最近人気のお店ラーメン店ランキングベスト10ということで、ラーメンデータベースというサイト、こういうサイトあるんですね、からベスト10をお送りしたいと思います。それでは10位から4位までずらりと、10位、埼玉県坂戸市のラーメンはやとということで、これは美味しそうですね。つけ麺なんですけども、ネギつけ麺ということで、そのラーメン麺の上に、ネギ、大量のネギともやしが入っていて、それをつけて食べるという、つけ麺にして食べるという、めちゃくちゃ美味しそうですよね。9位、東京北区
麺屋何菓子、ひらがなに何菓子ということで、あご塩ラーメンということで、焼きあご塩ラーメンということで、これも美味しそう。海苔が、4、5枚きれいに、こう盛り付けられていて、本当に美味しそうなラーメンですよね。8位、東京都台東区黒木ということで、非常に美味しそうな、つけそばですね。塩そばもあったりします。醤油そばね、全部ねおしゃれなんですよね。お皿も、盛り付け方もね。7位東京練馬区中華そば弁天ということで、懐かしき、中華そばという感じなんですけど、これもつけ麺という感じで、そのまあ言ったらあの中華そばのスープみたいなところにこう麺をこう入れて食べるという感じなんでしょうかね。美味しそうですね。やっぱりこう盛り付けを見るとこう食欲そそりますよね。5位千葉県大網白里市、古民家ヌードル黒揚げ派盛り積みということで、結構こう梅塩だし中華という感じの、かなり、まあ、奇抜というか和を感じさせるようなこうラーメンという、梅でも梅結構入ってるようなラーメンあったりしますよね。4位埼玉県さいたま市、オランダ県ということで、すごいですね。もう何こうスープ麺の上にこれでもかっていう焼き豚がもう埋め尽くされている、感じで、醤油チャーシュー麺とライスのセットがあるということで、もう炭水化物だらけで死にそうですまあこの醤油チャーシューっていうのがまあ一つの見どころで、あの卵もすごくずらっと上に乗ってる感じですかね。ベスト3はエンディングに。お送りしたのは、シゲレモンね、ウェイトポストマン2023スタジオライブテイク1でした。トレンドレモンの続きです。今日は、最近人気の、お店ラーメンランキング、ラーメン店ランキング、ベスト10をお送りしております。第3位、埼玉県日高市、中華そば専門、トンチボ、ひらがらね、トンチボということで、まあ、中華そばのようですけども、結構カラフルな感じで、つけ麺とかもあってですね、期間限定の柿、味噌、釜玉、つけそばとかある、ようで、それが非常に高得点がついております。すごい、牡蠣って合うんですか、ラーメンと牡蠣と味噌。2位、東京新宿自家製中華そば豊岡ということで、これもまたすごいですね。もうメンマがすごいことになっておりますけどね、もう宙に浮いてるぐらいの塩メンマチャーシュー、ラーメンみたいな、まあ、塩ラーメンが結構かなりメンマがこれ一つのポイントみたいになってますよね。これも美味しそうですね。1位東京、江東区麺屋さす、吉草ということで、非常に、これも美しい、こう見た目で味噌ラーメンなんですかね、つけ麺プラスチャ、つけ麺かこれも味玉ラーメンプラスチャーシューという感じで、チャーシューもたくさん入ってて美味しそうなラーメンでございます。以上、今日はトレンドレモン最近人気のお店ラーメン店ランキングベスト10をお送りしました。お送りしましたシゲレモンネットラジオ、こよい四季のラジオで、明日は火曜日8時にお会いしましょう。シゲレモンでした。